妻妙子は誰によってなぜ殺されたのか、底知れぬ闇の意志と恐怖が結城正人に忍び寄る。愛娘明子の出生の秘密を武器に、何者とも知れぬ禍々しい意志の力が忍び寄っている。恨みゆえか、憎しみゆえか。明子の父江上勝は逃亡中の殺人犯であった。が彼の時効の日は近い。明子の実の母桜井由紀子は迫り来るその日の恐怖に打ち震える。自らの意志で江上捜査に乗り出した都築潤は車にはねられ、園田恭子はガス中毒の危機にさらされた。明子よ、結城正人の思いは切なくつらい。線が切れてる。確実にこの部屋に入ってきたんだな、都築君。園田君、くどい与田が今までのことは全て忘れてくれないか。君に車が接触したのもこのガスストーブだってただの偶然じゃないんだ。君たちは江上に興味を持ち始めたから、おそらく。結城さん、今更そんな泣き言並べたってもう遅いんじゃないですか。え、犯人は確実に俺たちを狙い始めてるしね。こんなことやってる間にもまた別のことを考えてるかもしれない。とにかく今はね、奴を見つけることが先決です。どっちにしたって先生、俺はね、俺自身の意思で動いてるつもりですよ。はい、戸締まり厳重にしてさ、表の鍵は二重にな。ありがとう。誰が一体何のために。先生、時間が過ぎればそれだけ明子ちゃんに事実が知れる可能性が多くなりますが。園田君、今明子と私を結んでいるのはね、偽りという細い細い絆なんだよ。しかし私はどんなことがあってもその偽りを偽りとして守り続けていたいんだ。夢を見ることがあるんだよ。時々夢を見て思わず夜中に目を覚ましてしまうことがある。明子が私から遠ざかっていく夢だ。あの子がね、私はもうお父さんの子供じゃないと言ってそっと遠ざかっていくんだ。私は明子に真実を知らせたくなかったのはね、
あの子が本当の父親の姿を知ってショックを受けるかもしれないという心配より、ひょっとしたら明子が私から離れていくのが怖いからかもしれない。バカな男だ。しかし今明子が僕の手元から離れていってしまったら、これからどうやって生きていったらいいのかわからなくなってしまう。はい、お待たせいたしました、桜井でございます。明子ちゃん、今日放課後お伺いしてよろしいでしょうか。ええ、それは構わないけれど、でもどうしたの？あの、どうしてもお話ししたいことがあるんです。お願いします。書類は揃ったかい？お出かけか。何か？いやいや、仕事をしてくれてるんならいいんだよ。また例によってプライベートなご用じゃないかと思ってね。園田君、今日の鑑定は例の小殺しの一件だったね。はい。終わったら一応報告をまとめて私に見せてくれませんか？でも、とにかく頼みますよ。ここ当分は君たちの鑑定は全て私の名前で発表されるんだから。先生、教授会でそんなことまで。さあ出かけようか。おば様と父とは一体どんな関係が？明子さん、この間桜井さんがいらっしゃいました。そして父と私、はっきりしたいんです。ねえ、おば様と私が何か関係あるんですか？そうなんですか？そうなんですね。桜井が一体何を言ったの？私ももう高校生です。いつまでも子供じゃありません。おそらく何を聞いても自分を律していけるだけの分別は持っているつもりです。何もお父様がおっしゃってること以外何にもないわ。特別なことなんて何一つ。嘘。もしかしたら、もしかしたら私おば様の。明子さん、私本当は本当はつまらないこと言うもんじゃありません。それじゃお父様が、あなたのお父様があんまりお気の毒じゃありませんか？あんないいお父様を疑うようなことを言ってはいけないわね、明子さん。わかりました。信じることにします。お邪魔しました。とにかく私信じるしかないんですね。
子。亜希子。亜希子。亜希子。先生心配なさるわね。帰りましょう。私送っててあげる。さ、帰りたくないんです今夜。初めてなんです、こんなこと。初めてなんです。でも帰りたくないんです。とにかく中へ入りましょう。風邪ひいちゃう。何？君のところへ？あ、そりゃあのすぐ迎えに行くから。分かった。君に任せるよ。すまないね、余計な世話をかけてしまって。どうも男やてな、こういう時にはただうろうろするばかりでね。すまない、本当にすまない。いや、しかし安心したよ。よろしく頼む。帰りました。私もう我慢できません。あの子があんなに悩んでるなら、いっそのこと私。ユキコさん、一体どうなさったんですか？今日あの子が私を訪ねてきたんです。アキコがお宅へ？でもいいな。何が？園田さん、ずっと一人で暮らしてるんでしょ？え、そうよ。でも変ね、一人で暮らしてるのに時々ふいっとどっか行ってしまいたくなる時があるわ。きっと別な人間になりたくなるのね。こんな話を聞いたことがあるわ。もう立派な男の人なんだけど、ある日ふいっと蒸発してしまったんですって。家族は警察に頼んだりして八方手を尽くして探したの。そして何年か経って遠い南の果ての島でやっと見つけたんですって。ところがその人がそこに住んでいたお部屋は、以前東京に住んでいたお部屋と全く同じだったんですって。それにカーテンの色も、吸ってるタバコも、本棚の本もネクタイの柄まで、みんな前と同じだったんですって。人間って悲しい動物ね。でもその人、元の生活があるから幸せだわ。私今本当の自分が何なのか、誰なんだか分かんなくなっちゃってる。誰も何にも言ってくれない、何にも教えてくれない。
父さんも桜井のおば様も何か知ってるくせに何にも教えてくれない。私一体誰なのかしら。あなたはあなたよ。わかるでしょ。明子を手放すのが親だとおっしゃるならば、私がこのうちに。ユキコさん、散々考えた末のことなんです。お願いです、マサトさん、私を明子のそばに。待ちなさい。そんなことは許されるとでも思ってるんですか。何がいけないんですか。私はあの子の母親です。ですから桜井にはちゃんと話をしてきます。お願いです。迎えに来たんですよ。高校1年生か。いいわね。私その頃何してたかしら。はい、園田です。あ、こんばんは。鈴木純です。その後どうだ、大丈夫かい。ええ、元気よ。そうか。明日の昼過ぎさ、空いてるか。え、どうして。いや別にどうってことないんだけどさ、ちょっと話があるようなないような。え、だからさ、ちょっと村に来ないか。分かった、何時に。オッケー。ヨーロッパではね、今夜のあなたのようにふらっと家を出るようなことしたらすごく叱られるのよ。自分で責任が持てるような年頃になるまでは親っていうのはすごく厳しいものなの。覚悟しといた方がいいわよ。明日お父さんにお尻すごくぶたれるかもよ。寒くない？ええ。おはようございます。あ、ゆうべはいろいろとすまなかった。いいえ。今朝は元気よく学校行かれました。うん。それで明子は何も言ってなかったかね。先生がご心配なさるようなことは。先生、2000円いただきます。ん？彼女今日クラブ活動の会費を持ってかなきゃいけなかったんですって。あいつ偉そうに開発なんかしたくせに、いつまでたっても子供なんだろう。どうもありがとう。すいません。いらっしゃい。こんにちは。ああ、純ならいないよ。でも約束だから待たせてもらうわ。へえ、あんな奴でも女と約束するのかね。そうなの、どういうわけか。でもね、
キャンセルだってさ。なんだい。あ、なんだそのキャンセルってのは。わしに座ってろよ。いいから、本人も教えてくれよ。だもん。なんだい。なんでもさ、江上っていうやつの居所が分かったらしいんだよ。俺の車乗ってすっ飛んでった。あいつもとうとう探偵ごっこ病にかかったか。まずいよな、あいつ運転荒っぽいから帰ってたらエンジンボロボロだ、こりゃ。どこ行ったか分かるかしら。来てますよ、来てますよ、本物ですよ、燃えてますよ。長いって言ってたかな、三浦の。何時になる？どうして黙って行っちゃうの？よくここが分かったな。江上っていう人本当にここにいるの？帰れ、帰った方がいいよ。昨夜の電話はどういう用事？明日ね、ここ江上が来るんだってよ、船で。明日？明子君の様子はどうなんだ？それは近頃、なんとなく自分の出生に秘密があるらしいと感づき始めたようなんだよ。それじゃお前、参ったよ。なやなぎだ、どうしたらいいんだよ。なあ、ゆうき。実は話そうかどうか迷ってたんだが。なんだ？妙子さんのことなんだがな。やっと、披露パーティーから抜け出した後の足取りの一部がつかめたよ。本当か？妙子さんを乗せたタクシーが見つかったんだ。妙子は、あれからどこへ行ったんだ？花園町のラブホテルだ。いわゆる連れ込みだな。そこで男と落ち合って例のモーテルへ行ったらしい。おそらくそのホテルで殺したんじゃ男が一人帰るのを見られてまずいと思ったんだろうな。その点モーテルなら車だからまず怪しまれることはない。その相手の男というのは？それが分からんのだ。コートの襟を立ててマスクをかけていたらしい。そのホテルは何という名だ？そのぐらいか。うん。寒かったらな、車の中ヒーターつけて寝てりゃいい。大丈夫。あんた田舎どこなの？うん、出雲の奥に。出雲。出雲、いつまでいたの？そうね、三つか四つの頃かしら。父が東京で仕事があるから引っ越したんだけど。ああ、そう。東京からドイツ行ったんだ。う
何年ぐらいいたの？ドイツは4年くらいかしら。いいとこだよな、あそこ。知らないけど。小さい頃読んだおとぎの国の世界って感じね。高校卒業した時にね、ヨーロッパ旅行に行ったの。その時ドイツがすごく気に入っちゃって。あ、そう。で、なんでまたそんないいとこからさ日本帰ってきたんだ。私にも分からないんだよく。それで帰ってきて結城んとこ行ったんだ。なんでまたそのなんていうか犯罪心理学か、うん、そういうのやる気あったんだ。小さい頃から人の心を見る癖があったって言えばあったわね。きっとそれがよくわからない。なんか暑くなってきたな。お、お茶入ったぞ。どうもありがとう。さあどうだ、大きなケーキだろ。うわー、ほんと、おいしそう。お父さん。ん？昨夜はごめんなさい。もう私に黙ってあんなことしちゃったんだぞ。言いたいことがあったら何だって言っていいんだ。お父さん、亜希子のことだったら何だってね。別に話すことなんかないわ。ああ、宿題が多いから嫌になっちゃうな。さて、お父さんも勉強するか。お父さん、園田さんっていい人、とっても。疑ってる。確かにあの子は疑ってる。この私を。どうしてそんな逃げんだよ。え？あんたなんか知ってんのか。なあ、あんたも今回の時間よく知ってんだろ。それともあんたが全部仕組んだのか。私に何度も電話をかけてきたり、3日ほど前だったけど、部屋に侵入してガスストーブの栓を開けたのはあなたかしら。
もしそうじゃなかったら一体誰が知ってたら教えてほしい。それはね、なんだ言ってみろよ。え、いいかよ、ヤミさん、俺は殺じゃねえんだ。そんなビクビクすることはねえんだ。俺が聞きたいのはな、15年前にあんたが人を殺したことと今回のことは何か関連があるのか。え、俺もうな、何が何だかさっぱり分かんないんだ。何でもいいから言ってくれや。え、何か知ってんだろうか。待ったね、あと2月、二月で俺は時効になるんだ。その時までな。しかしな、ユキコさんが離婚？どういうことなんでしょうかね。一つその辺の事情を先生からご説明いただきたいと思いましてね。しかし桜井さん、私はそんなことは。本当にそうでしょうか。それならユキコはなぜ突然離婚してくれなんて言い出すんでしょう。あれは一人で生きていけるような度胸のある女じゃありませんよ。誰かにすがって生きていくような女です。そういう意味じゃ古風な女と言えるでしょうね。そのユキコが昨夜突然離婚してくれなんて言い出すにはそれ相当の理由があるはずなんですよ。お言葉ですが、私には奥さんの気持ちなど分かるわけがありません。どうぞお引き取りください。ユキ先生ただいま来客中ですので。桜井さん、すいませんが一度ユキコさんとゆっくり話をさせてください。その上で。おお、その上で。はっきり決着をつけるとおっしゃるんですか。長引いちゃまずそうな話じゃないか。あ、先生、必ず近いうちにはっきりさせますから。お、よろしく。あ、教授、お忙しそうですね。先生、ゆっ子は私の妻です。とにかくその点だけははっきりしておいてください。お邪魔しました。どうも。いやいや、君も奥さんを亡くしてそろそろ三月目だ。いろいろ問題が起きる頃だろ。いや、私はそうそう。何かご用でしょうか。いや、昨日提出してもらった鑑定書ね、なかなかの出来栄えだったよ。園田君がまとめたのかい。まあ君も辛いだろうが、先生方教授会の権威だなんだってうるさいからね。まあそのとこ一つ注意してやってくれたまえ。じゃあ。
どうもありがとう。わざわざ送ってくださって。いや、寒いからな。寒いだろまだ。うん。もう今日は早く帰ってよ。風呂でも入って寝るんだな。そうもいかないわ。じゃあ。はい、あのね、まだやばいからな。これから先どこで何があるか分かんないしよ。まあ、気をつけろよ。はい。園田君、どうしたんだい。心配してたんだよ。すいませんでした。江上っていう人のことで純さんと一緒に三浦海岸まで行ってきたんです。会いましたわ、江上さんに。奥様、お電話でございます。奥様、お電話でございます。ああ、そう。もしもし。あきこちゃんのおふくろさんかね。ところで、彼女の親父さんのことだがね。もしもし、あなたどなたですか。もしもし。空気銃でしたから、私たちを殺すつもりはなかったようでしたけど。危ないからもうこれ以上手を出さないようにと言ったはずだ。ええ。でも、あきこちゃんのことを考えたら。それに、私たちを狙っていたんじゃなくて、江上っていう人を狙っていたんじゃないかと思って。それじゃ江上は犯人じゃないというのかね。ええ、そんな気がするんです。私たちが江上問い詰めた時、なんだかとっても苦しそうで、言いたいことが言えないと言ったような感じでしたし。もしもし、結城ですが。江上のことを知りたくないかね。もしもし。何？ちょっと出かけてくる。室長室です。桜井さん。ああ、園田さん。いや、あの結城先生は今お出かけになりましたね。そうですか。いや、どうもありがとうございました。奥様、お待ちくださいまし。お願いです、行かないでください。私が旦那様から叱られますから。どうしても行かなければならないの。あの江上っていう名前でお部屋が。あ、はい、どうぞ。お連れ様はお待ちです。あの、お連れさんお見えになりました。ユキコさん、どうしてここへ。あなたこそどうして。もしもし。どうかね、神さんが男と会ってた部屋で、今度はあんたが女と会った気分は。こんなことをして一体どうするつもりなんだ。まあゆっくり楽しむんだな。ええ。どうしたんですか。いたずらだ。いや、
誰かの罠かもしれない。ゆき君、こんな写真が主任教授のところに送られてきて、君は一言の釈明もできないのか。ですから申し上げた通り、これは誰かがわざと。なるほど。しかしこの女性はあの桜井さんの奥さんだろう。ご主人があんな話を持ってきて、その後でこの写真だ。それでも君は誰かのいたずらだと言って笑って見過ごせっていうの。ゆき君、私はね、君の私生活についてとやかく言うつもりはさらさらないんだ。しかしだね、大学の名誉ということも考えてもらいたい。問題のある大学教授がこともあろうに人妻とスキャンダルを起こしたとなったら、余計世間の指南を浴びることになるよ。申し訳ありません。とにかく主任教授には私から何とか取りなしとくから、君の方も善処してくれたまえ。みんなにも心配かけてすまない。こんな幼稚ないたずらで先生がそんなにお考えになるようなことありませんわ。それよりも もしもこんなものが明子ちゃんの目にでも触れたら、はっきり言っとく。いいか、私はどんなことがあってもお前とは離婚しない。たとえお前が今後勇気とどれほど深い仲になろうとも、どんなに私を裏切ろうとも離婚はしない。あなた、仮にお前が勇気のところへ走ったとしても、私は絶対に離婚届に判は押さんぞ。お庭掃除して。あ、今日は何か変わったことなかったかい？ううん、別に、うん、お食事すぐ用意するわね。あ、焚き火このままじゃ危ないね。